合わせのお集まりいただきましてありがとうございます。まあ、ハンドシェイクはウィズを通して前作からのキャラクターたちの、まあ、成長物語なのかなというふうに。ユキヤ役の竹中亮平です。前作のハンドシェイカーの良かった部分とかそういうのをしっかり引き継いで、原作を知らない人にも、たくさん楽しんでいただけるような作品になればなと思います。そのいろんな人たちにこの作品を素敵だなと思ってもらえるように一生懸命頑張りたいと思います。これまで怪我のないように皆さんとこの舞台を成功させて皆さんに届けていけたらいいなと思います。すげえ仲間とすげえ作品作っていきたいなと思います。最後の千秋楽にはなんかもう全部言っちゃってるくらい皆さんと頑張っていきたいと思いますので久しぶりの舞台なので、すごく楽しみにしておりました。皆さんと共に、素敵な舞台を作っていきたいと思います。この作品を通していろんな方に見ていただいて皆さんがなんかすごくいいなんか作品だなって思ってもらえるように僕も頑張っていきたいと思います。最後まで千秋楽まで怪我なく皆さん頑張っていきたいなと思っております。舞台は初めてなので至らない点も多いかと思いますが精一杯務めさせていただきますので見に来ていただいたお客さんに楽しんでいただけるような舞台を一緒に作っていきたいと思っています。皆さんと、キャラクターをどんどん愛してそのこのハンドシェイカーの世界を楽しんでいけたらなと思います。前回よりもまた素敵な作品をお届けできるように皆さんと一緒に頑張っていけたらいいなと思います。稽古場に誰よりもすごくて、稽古に誰よりも一番早く帰りますけれどもやる気がないわけではないのでよろしくお願いします。WIZ のアニメではエンディング主題歌の作詞と歌唱あとキャラクターソングの作詞も担当しております。たまにちょっとイントネーションがおかしい部分があると思うので気づいた方は教えてください。お願いします。タズナ君が10年後大人になって帰ってきたので僕もこの座組を支えられるように精一杯頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。俺の小百合の意地だ。あいつのやりたいことをやらせる。あいつが心から決めたなら。オーケー。はなちゃんはどう思う？私たちがハンドシェイカーについて知ってること。僕の力が役に立つなら、意味があるなら、協力させてください。